終コーナー。さあこれでリスタートに向けて加速をしていきます。ちょっと余裕、うまくいかなかったか。おっとっと、どうした角田。おっと、どうした何が起こったんだ。消えていたんですけど、もしかしたら信号は赤だったとかそういうことなんでしょうかね。分かりません。さあこれでトップを岩笹原も、なんでしょうか。これは不満ですよね。どういうか、まだこれセーフティーカーってことですかね。そうですね、またセーフティーカーということになりました。これは波乱です。こういうマシンストップ。宮田選手、宮田は2番手にいるようですかね。先ほどコントロールライン通過は高橋がトップ、そして宮田が2番手、笹原。そうですね、で今の映像で、何台か笹原映像です。はい、何台か張り替えた形になってますね。ちょっとちょっと危ない。一瞬何が起きたか。にセーフティーカーが入りまして、2度目のセーフティーカーこちらですね。ここですね。これ多分接触してるんですね。接触していくときに角田が大井にちょっと引っ掛けたんでしょうかね。でも大井はもうピットの方に逃げていきました。で当たっちゃいました。当たってますか。こっちの、ね、左側に、そうです。そして角田、そして大井、その笹原あたりがですね、ここで接触。角田はスピンして、で浦田勇気ですね、1番手に先ほどのリプレイのところですね。セーフティーカーが、これはだからついていったんではなくて、そうです、ね、接触してこっちに来た、来ちゃったんですね。大高橋もギリギリですね。そして宮田、大竹後ろギリギリでよくできます。笹原右京はもうフロントウィングを失って